僕は伝説の大妖怪。だが、人間を脅かすほどの力をまだ持っていない。他の仲間と比べても、僕の翼は服にすっかり隠れてしまうほど小さい。仲間たちは翼を使い嵐を起こすことができるが、僕には地面の落ち葉を巻き上げる風を起こすくらいしかできない。僕は大天狗。生まれてからずっと誇り高く生きてきたが、常に引け目を感じてきた。伝説によれば、天狗たちの崇高なる白雲山という場所があるという。そこの景色を目にして初めて大妖怪として認められると言われている。僕は山々の頂に立ち、雷鳴と稲妻が入り乱れた空を眺めては、自分の背中にある弱々しい翼を見つめて思う。僕は一生、その景色にふさわしいものにはなれないだろうと。無数の山々の頂に挑戦してみたが、心の中では、まだ弱気な声が響いていた。たとえ頂に立ったとしても、力のない僕に飛ぶことはできないだろう。ある日うっかり山腹から転落し、長い間気を失っていた僕は、どこからか流れてくる、ゆったりとした曲を耳にし、目を覚ました。空にはすでに丸い月が昇っていて、月光に照らされ、線の細い人間が、何か楽器を演奏している。僕は残りの力を振り絞り、曲の聞こえてくる方へと向かった。曲が終わる頃には、奏者の目の前まで近づいていた。彼もまた、僕が来たことに気づいたようで、静かにこちらを見ていた。そう言うと、彼は再び楽器を取り、もう一曲奏で始めた。さっきの曲より、こちらの曲の方が僕は好きだった。曲調はゆったりとしているが、内側から力が溢れてくるようだ。そのまま一曲、もう一曲と続いた。僕たちは無言のままひとときを過ごした。ただ涙が、また溢れてきた。暁の頃、奏者は帰っていった。去り際、彼から二つのものをもらった。奏者と出会い、僕は再び崇高なる白雲山に挑戦することにした。今度は心に迷いなどなかった。これまでどれだけの困難を克服してきただろうか。太陽が再び姿を現したとき、僕は山頂へと登り始めた。見上げると、白雲山は依然として手の届かないところにあった。しかし、心はすがすがしかった。結果がどうであれ、できることは全部やった。そんな時、突然突風が僕を吹き飛ばした。思いがけない事態に、僕は山肌から吹き飛ばされた。落ちる速度はだんだんと速くなり、意識も遠くなっていく。これが飛ぶということなのだろうか。なんと皮肉なことだ。しかし、言葉にできない不思議な力が、初めはゆっくりと、最後は一気に体内から湧いてきた。再び目覚めると、目の前には空を漂う羽が、そして背中には美しい翼が大きく羽ばたいていた。僕は笛を手に取ると、かつて月光の中で耳にした曲を演奏し始めた。この笛は、かつて僕が奏者からもらった二つの贈り物のうちの一つだ。そしてもう一つは、僕を鼓舞するこの言葉だ。大妖怪の証とは、力を得て見下ろした風景ではなく、その風景へとたどり着かせた心である。